はい、えー、今回もおっさんが気になるニュースをお届けしようと思います2024年度4月の1日月曜日エイブリルフールになります、えー、今回も AI ニュースを大絶賛的にご紹介していこうと思います気になるニュースがあれば概要欄の方からご覧ください AM ラジオ感覚でお聞きくださいはい、えー、私カワゴンとですねはい吉野ちゃんでやっていこうと思います,うございます今回は私が最新のニュースを読み上げていきますどうぞよろしくお願いします はい、えーと、吉野ちゃんの姿出さないとちょっと、えー、文句言われるコメントが入 <laughs> るんで、えー、とこちらの方をつけときました、はい、ではですね、4月の1日月曜日のニュースになりますまず一つ目のニュースですはいオープン AI のボイスエンジンというお話ですこちらのニュースはニュースニュースオープン AI のボイスエンジンは15行分の声データをもとに本人そっくりにしゃべるオープン AI は人の声を再現する生成 AI モデルボイス エンジンジを発表しましまたこの技術は15秒の音声サンプルからワシャニに多音声を生成できすでに複数の製品で使用されていますしかし悪用のリスクがあるため広範囲へのリリースは慎重に検討されています はいっていうニュースなんですけれども、IT メディアさんの方にあったニュースなんですね。オープン a i 社がですね、ボイスエンジンということで、15分程度の声のデータをもとに、本人そっくりに喋るっていう、えっ、ー、と、まあ、ボイスエンジンの方ですね、開発しはってリリースするっていうお話なんですけど、ただね、ちょっとね、僕ね、これは本家に行って、実際日本語の漢字聞いてみたんですね。で、そのデータだけちょっと取ってきたんで、皆さんにちょっと聞いてもらおうかなというふうに思います。

えー、発音なんですね。どう感じられますでしょうかおいおいおい、ちょっと待てよと。ね。いや、これ喋った人がね、例えば、まあ、アメリカ人で英語しか喋られへん人が無理くり日本語喋りました。はい、その真似をしましょうって言うんだったら、これ正解やと思うんですけど、もしね、こんな感じのイントネーションになってるっていう風に思うとね、 ちょっとね、どうなんっていうふうに思っちゃうんですけど、皆さんどういうふうに思い,思いますでしょうかね。まあ、詳しくはちょっと概要欄の方から飛んでいただいて聞いていただければいいかなというふうに思います。はい、次のニュースです。はい、日米 AI 共同研究枠組みっていうお話です。こちらのニュースは、朝日新聞デジタルビマイ、AI 共同研究の枠組み立ち上げ、首脳会談の声明案判明。日本と米国は、 ai を含む先端技術の共同研究枠組みの設立に向けた動きを加速しています。岸田文雄首相とバイデンアメリカ大統領の首脳会談にてグローバルパートナーシップとしてこの枠組みの立ち上げが予定されています。はい、っていうまあ、日米のですね。ai 共同研究をしましょうね。っていうことで、首脳会談で。 なんとバイデンさんと岸田さんが話をして、で、やりましょうっていうことになってるらしいんですけど、まあ、お二方ともね、まあ、このまま任期続いて、そのままね、続けばいいんですけど、まあ、ちょっとね、あのー、どんな感じになるんでしょうね。よくわかんないですけど、まあ、ただ、あの、日米で協力しちゃってやるっていうところには、すごくいいのかなとは思いますけど、 もしかしたらですね、この首脳会談の裏側にはですね、オープン AI 社がですね、か東京のその図書館かなんかにオファーを入れたときに、なんか断られたっていうニュースもあったんですよね。 だから、まあ、あの、お国の門はちょっと、渡されへんよって言われたから、しゃーない、ちょっと動いたろうかなっていうふうに動いてる可能性もあるんで、まあ、言いなりの日本なんでね、多分、まあ、この辺も言いなりで、多分、差し出せるはみになるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、皆さんどういうふうにお考えでしょうかね。はい。その辺ちょっとまだ、えー、注意深く見たいなというふうに思います。次のニュースです。はい。マスク氏のグロック改良っていうお話です。こちらのニュースは、ロイター・マスク式業、 対話 AI グロック改良版提供へイーロン・マスク氏が率いる AI 開発会社 XAI は対話型 AIGROK グロックの改良版をリリースすると発表しました新バージョンはプログラミングや数学関連のタッグでのパフォーマンスを主な改良点としていますはいということでイーロン・マスクさんのですね、まああのー、XAI、えー、っていうところの、まあ、グロックってやつなんですけど ま、これね、あのー、多分 X の正式のメンバーでないと使えないっていうことで、まあ、ちょっと使ってらっしゃる方はね、僕もちょっと、僕実際使ってないもんでちょっとわかんないんですけど、どんな感じなのかなとは思うんですけど、まあ、後から後からのちょっとね、追っかけの部分とかっていうところもあるのかなとは思いますんで、まあ、この辺もなんかオープンソースにするしないとかっていう話をですね、イーロンマスクさんもやってらっしゃったんで、まあ、ちょっとね、 オープンになればちょっと面白いなと思うんですけど、まあ、結局 X の課金せな使われへんにやったらオープンちゃうやんけって思うんですけど、まあ、あのー、これもですね、まあ、他の、えっ、ー、と、ま難、あ、題 LLM にこう近づいてくる日がやっぱり近づいてくるのかなとは思いますんでね、この辺もちょっと注意深く見たいなとは思います。はい、次のニュースです。はい、えー、鈴木正也 LMB2024 年、えー、成績予測。 っていうお話なんですこれ AI 関係あるかなというふうに思われるかもしれないですけどちょっとお聞きください。こちらのニュースは J スポーツコラムニュース AI が予測する鈴木誠也の MLB2024 シーズン成績打率はやや下がり、その他はほぼ昨年並み AI による予測によるとメジャーリーグ3年目の鈴木誠也選手の2024年シーズンの成績は。 打率が若干下がるものの、その他の成績はほぼ昨年並みになる見込みです。彼のスプリングトレーニングの成績は特に優れており、今シーズンのパフォーマンスに注目が集まっています。はい、っていうニュースなんですね。これあの J スポーツさんの方にあったニュースなんですけど、その鈴木誠、えーえーえー、也さんというか、松野さんというですか、ちょっと僕もあまり知らないんですけど、えっ、ー、と MLB の2024年のシーズンの成績を AI が予測したっていうことで。 えー、打率はやや下がり、その他はほぼ、えー、昨年並みであろうというふうに予測したらしいんですけど、 え、それってね、なんかほんまいいんすかねちょっと僕もよくわかんないんですけど。まあ、あの、予測してるっていう、AI でやってるっていう言葉あったんで、ね、ちょっと取り上げてみたんですけど、まあ、僕はあんまりね、これ野球なのかどうなのかよくわかんないですけど、あのー、ね、スポーツ詳しい方とかね、あのー、ちょっとね、この辺どうなのかっていうところをちょっと聞きたいなっていうふうに思います。はい。えー、次のニュースです。はい。えー、マイクロソフトとオープン AI 計画っていうお話です。こちらのニュースは、 ロイターマイクロソフトと OpenAI1000 億ドル規模のデータセンター計画報道マイクロソフトと OpenAI は最大で1000億ドルの自供規模を持つデータセンターの建設計画を進めていますこの計画には AI をスパーコンピュータスターゲートが含まれ2028年の運用開始を目指していますこのプロジェクトは既存のデータセンターに比べて非常に高コストになる見込みです はい。えっ、ー、と、またもやですね、あの、マイクロソフトとオープンイラ社が、なんか大規模にですね、データセンターをするよっていう計画がね、登って、1000億ドルっていう規模のですね、データセンターを作るよっていうことを言ってるみたいなんですね。でこれが出来上がるとですね、本当にものすごいね、あの、処理能力を持ってるデータセンターになるということなんで、 まあ、どっちに頃でも AI 使おうと思うとね、それなりのデータセンター構えたねといけないなっていうところは絶対必然的にあると思うので、まあ、この辺は、まあ、パトロンであるマイクロソフトさんがいっぱい出資をして、でオープン AI がもうズブズブになってるっていう証拠なのかなっていうところも思うんですけどね。まあ、これから先どういう形になるのかっていうのはちょっと注目して見ていきたいかなっていうふうに思います。 はい。えー、本日はここまでということで。はい。このチャンネルではですね、毎朝7時に AI ニュースの方をお届けしております。はい。他にもですね、過去にですね、チャット g p t の内容とかですね、プロン m p t e n g i n e の内容とかですね、えー、ジェネ e r a t AI の内容なんかもやっております。 で、えー、2024年度は、えー、生成愛で道を切り開くということで、365日、365人の方と名刺交換挑戦中であります。えー、もしよかったら、えー、名刺交換していただける方、ご連絡ください。で、この内容はですね、ボッドキャストの方でも流してますんで、もしよかったらそちらの方もお聞きください。はい、えー。本日はですね、エイプリルフールでございます。えー、皆さん、あのー、嘘普段からついてる人は、今日はついてはいけない日だと思います。 でも今日今全然嘘ついてない人は嘘ついていきましょうと、はい、いうことで、えー、これ聞いてる皆さん心に無理を当てて俺はどっちかなと考えながら今日一日過ごしてみてくださいはいじゃあ今日一日頑張ってくださいはい失礼しますまた明日よろしくお願いします